今ですね、ルーマニアの首都のブカレストにいます。ブカレストの今いるところがですね、トイス広場、向こう側にトイス広場ってあるんですけど、トイス広場の周辺にいます。トイス広場の周辺ですね。ですごいですね、この辺り多分ブカレストで一番繁華街ですね。多くのお店があります。ショッピングエリアとしても有名なんですけど、であちらが多分ショッピングセンター、マクドナルド、H&M が看板出てますけどね、あそこがですねショッピングセンターになってるんで、何か買いたい時とかはね、まあ多分ちょっとしたフードコートもあると思うんで行けると思います。でこう見てるとですね、すごいですね、このね、車の数ね、ここら辺が繁華街じゃよく分かりますね。向こう見てソニーの、ね、看板出てます、ね、日本の企業もね結構進出してたんですけどね、もしかしたらあんまり進出してなかったのかな。で今韓国の企業なんか結構入ってきちゃってるんですね、サムスンとかね。日本の企業って負けないようにしないといけないですね、うん、まあ日本車も結構トヨタとか走ってるんですよね、こう見てるとね、うん、でバスとか、あと交通手段としては地下鉄とかね、バスとかトラム、まあそういったものがあります。で、まあ、地下鉄1日券買ったりするといいかもしれないですね。バスですね、物理激しいんでね、渡るときは気をつけた方がいいと思います、引かれないように。でこれがトラム、やっぱ防水力激しい。されるんですけどね、外資が多いですね。例えばペプシがあったりとかね、コカ・コーラ、フルーティーってところだもんね、ジュースの会社とかね、こう看板結構ありますね。でこの辺りトラムも走ってます。でトイセルワーというかなりね、車が通っててね、混雑してるんですけどね、すごいですね、やばいな。ソニーの看板が向こうにあります、ソニー。でここちょっとした公園になってるんですけどね、で今トラムが走ってきました、うん、のんびりしてます。ただ地下鉄とかだとね、結構スリとかが多いらしいんで、地下鉄乗るときは気をつけた方がいいです。であと検察官っていうのがいてですね、ちゃんと券がね、押されてるかっていう、通してあるかって、検察機通してあるかっていうのを確認しに来るんですけど、たまに悪い検察官もいるみたいなんでね、どうしようもないですけどね。それだったら1日券とか買った方がいいかもしれないですね。そんなに高くないんでね、1日券買えばその日付と時刻が押されて、そこから24時間、なんでね、24時間じゃないのかな、1日なんでその日だけかな、なんでまあその方がいいと思います。すごいですね、もう人が結構多い、車がすごいね。でこのトイス広場の周辺地はね、多くのお店があります。まあショッピングエリアです。なんでね、すごくね、人が多いです。ここで働いてる人も結構多いですけどね、ここにショッピングしに来る人もかなり多いです、ね、でルーマニアといえば1989年、ね、民主化が進んだ国として有名です。当時チャウシェスクというね、共産党の書記長、ね、大統領であったチャウシェスク夫妻が、ここで、ね、公開処刑されたところです。独裁政権を行ってですね、共産党というのはね、悪いもんだからね。共産党なんて結局結局自由だなんだとか言ってますけどね、結局は自由なんかないんですよ。国民に自由はなし、秘密警察を設けてね、言論封殺ですよ。なんでね、やっぱそういったところもあって、シャウシェスク、ね、共産党、ね、一党独裁ですからね、ひどいもんですよ。まあそういった感じでね、今は民主化されてる。ちょっとね、
イス広場から割と近いところ、トイス大通りから一番近いところにいるんですけど、旧王宮跡のところにいます。石座志向の異名を取ったですね、プラムストーカーによる小説吸血ドラキュラのモデルとなったと言われている、ウラド、スペンセ公公社で、15世紀に切り抜いた砦の跡ですね。この一帯はですね、ブカレストで最も古いエリアですね。で大部ただ大部分はまあ地震や火事で焼けてしまったんですけど、旧王宮跡は過労死当時の模様を残しているということです。ただね、残ってるとは言ってもね、もう本当に壊れちゃってるんですけどね。こちらで隣にあるのが、これが、ブカレスト最古の、クルテアベケ教会。クルテアベケ教会ね、なかなか立派な教会ですね。で今、まあ、多くのねルーマニア人の人がねここにね、お参りしに来てます。今日火曜日ですけどね、2012年の7月の18日花も、ね、結構咲いてて綺麗です。でベンチまだで、ベンチでちょっと休んだりね。レストランとかカフェとかね、バーとかが多いところです。で人の通りも結構激しいです。でこれがバー、お腹空いたらここの、ところへ来るといいかもしれないですね。若者も多いですけどね。マッサージって怪しいですね。まあ東欧なんかだと結構日本に出稼ぎしてる白人のね、東欧系の女の子ってルーマニア人が多かったりするんですけどね、毎週やったりする。マッサージってなんかスペシャルマッサージかもしれない、ね、怪しい。よくヨーロッパ各地でね、立ちんぼでいるのが結構ルーマニアの人だったりもするんですけどね。同じですね。飯を食いたくてしょうがない、どっかで食おうかなと思ってます。同じですね。このちょっとしたビアガーデンです。ビールも飲めます、もしくはね、ソフトドリンクなんかも飲めます。こっち見ると警察署があるんですけどね。今そこの、緑の傘が立ってるところで食べてきました。結構やっぱバイクとか見るとね、日本のバイクが多いですね。ヤマハのバイク、のどかな感じです。魚いるかな。で、カモとか泳いでますけどね。この辺りね、遠い総通りとかも近いんですけどね、あとシャンゼリゼ通り、まあそれ別名シャンゼリゼ通りに似せてるんでね、まあ、シャンゼリゼでも似てるって言われるんですけどね。今日晴れててすごいいいです。であちら見るとね、ガソリンスタンドです。まあ、よく見るとね、ここら辺建物もね、くすんでますけどね、ちょっと昔風のね、やっぱ東欧チックな感じのする建物が結構あったりしますね。モービルがありますけどね、日本、西の、例えば欧米のね、西洋もしくはアメリカのショーなんかも結構入ってます。バーガーキングとかね、マック、マクドナルドね、サブウェイとかね、モービル。まあそういったものも結構入ってますけどね。まあすごい濃度がですね、この辺りは。まあスリとかね、結構多かったりとかね、強盗なんかも結構多いんでね、皆さんひったくりとかも気をつけた方がいいんですけどね、基本的には、なので引き締めてね、やらないといけないです。まあ自分はこのようにね、ビデオ撮影してますけどね。まあ一応話を聞いてると結構危ない目に遭ってる人もいるんでね、皆さん気をつけた方がいいです。広場にも近いんですけどね、で共産党の本部ですね、あそこでだいたい歩いて10分かからないぐらいです。5分ぐらいかな。今からね、共産党本部行ってくるんですけどね、川がこんな感じですね。で、あちなみ向こうが統一広場の方なんですけどね、すごいですね、この人のこの車がすごい結構走ってます。
小舟なんかありますけどね、魚とかよく見るとね、ここのところにいますよ、これなんか冷たそうで気持ちよさそうだね。そのホテルになるの、今そこに泊まってるところです。でこれから今街を散策とことなんですけどね、そこホンダですね、ホンダのディーラーかな、そこ。まあこんな感じです。今からちょっと歩いて、まずお金を換金しないといけないですね。ユーロにまだ加盟していないのかな、あ、ユーロ加盟してるのか。ただ、通貨に関しては、フリーマも使ってるんでね、で、ここの国っていうのはですね、まあ共産圏で、東欧だったんでね、自分は、スラブ系かと思ったんですけどね、ラテン系らしいです。まあでもこんな感じですね、すごいね。まあでもね、ところどころがね、やっぱりちょっと古いですね、この建物とか見てください。1989年にね、内戦によってチャウシェスクっていうね、当時の大統領、共産党の書記長が、処刑されたと、されたんですけどね、その時に戦闘になった場所ですね。で、タクシー待ってます。タクシー利用するときもね、気をつけた方がいいですね。ちょっと騙されたんですね。ウニリーっていう駅にいます。近くですね。この辺りですね、共産党の本部とかも結構近いところなんですけど、多分一番最寄り駅なんですけどね。まあ、行きます。これデパートかな。多分今ね、デパートあたりに行かれると思います。ジジモール。モールか。なんかそこ薬局っすね。でパン屋さんもあって、で多くの人がね、歩いてます。でこっちは公園になってます、ね、結構多いっすね人は。ここら辺一番繁華街かな、なんやかんや。あとスリとかがね、メトロとか地下鉄乗ってると多いんだよね、気をつけた方がいいです。あと強盗とか知ったことが多い。駅の周辺なんか、駅とか中とかね、偽警官とか現れたりとか、もしくは地下鉄乗るときにですね、検察官が、詐欺的な行為を働いたりする人もいるみたいなので、そういった意味でもね、たまに気をつけたらいいというとかね、まあ、防げるものは防げるもの、防げないものは防げないものがあるかもしれません。すごいね、車も結構走ってますね、すごいね。